そうです、えー。こんにちは。こんばんは。ノカとの編集でお送りしています。ニュース4択。えー、このいつも、この近藤達之さんですね。えー、この新防衛健くんチャンネルさんの第2チャンネルですね。えー、彼の拝聴ですけど、えー、最近。 今度、えー、さん、えー、この治療ですねなかなか痛み止めが普通のから、えー、治療後半になるとモルヒネを使ってということで作業が厳しい,ということで、えー、最近にインサンチアップされていませんので僕だ、えーまあ、インウクライナさんとかトッサン TV さんですね、えーまあ、常年つかさチャンネルのニスのトラガーさんとかいろいろウクライナ戦況ですね、えー、このクリックスは頑張ってますね僕だ、うん、さんもこのお友達仲間が、まあ、頑張ってるということで でえーまあ、なかなかその情報は出すとウクライナにフリーに働くのでコ、まあ、もあク,クスにいるお友達も、えー、兵隊さんです、ね、頑張ってるということで、えー、あと東部ですね、えーまあ、ウクライナですけどニューヨークという村,村かな、えー、も。 落ちずに完全に奪還していますね戻かえもあの。戻してますね。解放してますね。そういう映像で、えー、ニューヨークを盛り返してますね。えー、まあ臨時列車も再開したということで、このえー、ポポロフスクですかね。ポポロフスク、えー、も、えーま、だあ健在ですね。頑張ってますね。なかなかこのゼネス大統領もこの 13対1でこの弾薬もまあ三対5対13対1でかななかなかこのまあそういう厳しい状況がありますけど、まあ、クリスも頑張ってそして、まあ、クリクズクフにはロシアは6万人ほど兵を集めているという ウクライナ軍も,もう完全にこの削る作戦ですね削る作戦で公兵隊も入れていますまあ西洋抜いてまた西洋は完全にドシルドの考えですけど一気にクリミア半島奪還ですね、えー、このストームシャドウ、ネプチューンなかなかこの、えー、本当に何回も他のチャンネルで。 配置をしながら、アメリカがドイツが西側の兵器に政権をかけるのはあ本当にもうどうしようと考えで分かれてしまいますけどバルト三角のどっかのナトニアからどっかの、うん、三国のうちの外相がこの完全にこの、うんえー そういうことで、えー、結果的にこのロシアの請求権を守ってるということですね、完全に、えー、この請求権を与えてるということですね、ロシアも、えー、空から本当に、えー、打ちっぱなしですね、なも,うも,うもう安全で落ち落としてる可能性がないですので、完全に請求権を与えてるということですね、そういう、えー、西側の兵器が制限をつけなかったら、ロシアもそんな。あ 好き勝手に撃てないですよね、撃ち落とされる可能性がありますので、えー、本当に、えー、残念ですけど、現実はそうですよね、まあ、その代わりにウクライナ軍はドローンとか、いろいろこの、えー、無人機ですね、いろいろこの頑張って、えー、このこロシアはこの、えー、もうウクライナ全土に本当に当たり構わず、うんもうえー、攻撃してきますね、民間施設とかいろんな施設を犠牲を出てますね。ウクライナも 広角地目標ですねいろいろこの、えー、もう数も少ないので無駄にできませんので、えー、今回はこの北朝鮮の弾道ミサイルの置き場所とかあそういうことをしています、えー、この、えー、と弾薬製油所とかそういう変電所ですね、えー、このウクライナもロシアからそういう ところお互い、この被害出てますけどウクライナ軍頑張ってますね、そういうことでウクライナ軍、うん、クルクスで頑張って、そして東部で、えー、ニューヨーク、フロススクスもまだ頑張ってますね、えー、本当に、えー、もう遅延戦術下がって下がって削って削って、もうずっとこの先日ですね。えーこの ロ、えー、ロシシアアでしててきますすねねの崩壊です、ね、経済の崩壊で、えー、なかなかこの、えー、抜け穴でもう3年目に入ってますけどこの,この戦線ですね、えー、最初は急したけど反転攻勢でイジュムリマン奪回しましたですね、えー、このヘルソンの西側も奪還しましたですね、えーまあ、逆にセブロンドネスクバクムットこのアウデュディカあー本当に、えー、アメリカがこの支援が 特にジョンソン会の今日はに議長かな。もう六ヶ月間届こうって本当に、えー、ゼネスケ大統領も十三対一とかこの本当に、えーえー、よくて三対一ですね。まあ五対一。なかなかこの、えー、ロシアの方がまだ火力があれですね。えー、まだまだこのでもだいぶ 今回、えー、この落ちてきているという格好面の、えー、このコメントもありますけど、ウクライナ軍頑張ってほしいですね。東部先生、えーまあえー、大きな町、ドネツクッというのがあるんですかね、東山 TV さん、えーえー、だいぶ完全に東山 TV さんの,このニュース4択ですね、このドローンの攻撃、ウクライナ軍、またドローン開発、えーこの えー、この戦争の歴史が変わるということで、えー、コメントしていますけど、完全に、えー、ニュースユンタック、このウクライナの今回の、えー、今の状況ですね、えー、ほぼ、えー、な状況ですけど、今、え、日、ー、的にほぼ、うん、感想になってますけど、ウクライナが頑張ってほしいですね、この現実はなかなかこう専門家じゃないですけど、 えー、クルクスで、えー、このロシアを、プーチンを揺すぶって、えーえー、このクルクスからはモスクワを攻撃できるって言っいますねそういう、えー、この地下でこの弾道弾を作るというこのゼネスキ大統領ですねそういう、えー、頑張ってなかなか西側も応援はしてますけど、えー、まだまだ不十分ですね。えー えー、本当に防空システム100%完全に落と,す落とせないですね。えー、そういうことで、この、えー、逆にまたこのウクライナのこのロシアの,この戦闘機、また航空基地ですね、完全に、そして、えー、政治上ロシアの経済を本当に、えー、して、この奪還ですね、えー、まだまだ、えー、道のりはあれですけど。えー 個人的な感想としてこのプーチンが始めたこの、うん、クリミア併合を始めたこの力による武力の現状変更を絶対に許すべきものじゃないですね、えー、このソ連崩壊時のこのウクライナの完全な主権の回復、えー、プーチンをロシアをウクライナから追い出してウクライナに栄光ウクライナに平和ですね、えーえーえー 応援しているチャンネルです。マサトです。マサトの,の YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタン等よろしくお願いいたします。えー、なかなか近藤さんのこの新ンや研究チャンネルです、えー、このウクライナ戦況がアップされていませんけど、引き続き他のトスサン TV さん、最近ネット大衆部シープルカラさんと排除する事件はありませんけど、引き続き、えー、この ウクラン選挙をウォッチングしていくと思います。ウクランにエコーね。えー、マサトウィス、マサトの YouTube ャンネル登録またコメント、いいねボタンともよろしくお願いいたします。また、政治を学びたいと、いうお友達も募集してますので、よろしくお願い,いたします。次回の一分間4択でお会いいたしましょう。マサトウィスタ一分間で、ニュース択でお会いいたしましょう。マサトでした。ター、シューンエス、パションプルズ、シャロン、シャロム、シャロム。